乱舞紅花が使えんち。ああ、くっそ、うざい。追いかけてくんな。なんだてめえ、ストーカーかい、おい。だから言ったではないか。お前たちには何もできやしないのだ。さあ、支援よ。私の中で朽ち果てるがいい。お？中から。誰？一木？何？どうしたの？あの少年。一木の心の輝きだ。一木の？なんと。さよう。あの少年も空泣きの中で戦っておるのだ。こしゃくな。小僧の霊ごときに邪魔はさせん。一木！急ぐのだ。妖怪探偵団よ。一木の心を、その魔導鏡で導くかよい。でも、支援は？何、引っ張り出すの？容器吸い通る的な感じ？違う。でも吸い取るよりはね。怖い怖い怖い。もしや空泣きやっつけて、戦ってるっていうのはあれ？精神的にってこと？いつき！いつき！何やってるんだよ！こっちこっち。お前、絶対に戻るって言っただろ！最後まで、投げんな！いやでも空泣きに吸い込まれるとは思ってなかったんで、何今の？なんか変化した？え、服装変わったよね。誰？支援は？誰？いや、誰？あ、これ、エンマじゃない？違うの？ほら、ヤシャエンマ？ミカド。これ、未来の、ん？未来のエンマじゃないの？違う？イツキがってこと？あれは、イツキなの？それとも。俺は、イツキでもあり、支援でもある存在。何？フュージョン？ヤシャエンマだ。そんなことが。イツキがエンマ？どういうことなの？ってことは、将来のあのエンマはやっぱり、イツキと支援、合体した姿ってこと？支援の中に眠る良き心ってやつが、イツキとしての俺の心と結びついたのさ。本体はどっち？イツキ？人と妖怪、二つの存在が一つになった。それが今の俺だ。人と妖怪のハーフ？鬼太郎的な感じ？魔導鏡使いどもめ、余計な真似をしよって。でもね、肌の色とかエンマやんね。エンマの魂が消滅すれば、貴様らに未来は変えられる。支援が死んだら、魂、絆をつなぐものやけん、未来も変わるみたいなこと言ったけど、二人が合わさってエンマになるんやったら、確かに支援が消滅したら無理やったんや。ここで消えてもらう。何あれ、支援の応援の旗かなんか、アイドルか。さあ、空なき、奪われた魂も、未来の平和も一切合切返してもらうぜ。ヤシャエンマ参る。じゃあやっぱり月が俺がエンマになるって言ったのは本当にそうやったんや。戦闘突入すか。またひとりなの？死の淵から戻ってきた程度でこの私が倒せると思うな。エンマの一族の攻撃などこの結界の前には無力だ。さすがにその程度の準備はしていたというわけか。我が力の前に屈するがいい。空泣きよ、お前たち見込み違いをしてるぜ。何今の？なぜ我が結界が破れる？何したの今。お前が相手にしているのは人と妖怪の魂を備えた新たな妖魔界の王、ヤシャエンマを舐めるなよ。だが私は負けん。乱舞紅花、ちょっと追いかけてくんなし。邪魔邪魔すぎ。乱舞紅花避けさせて。
もランブ、ベニバナが使えん。いやー、くっそ、うざい。追いかけてくんな、なんだてめえ、ストーカーかよ、おい。ふぅ。いやー、一直線に伸びてくる。ランブ、ベニバナ、ちょっと待って、届いてない。やり手サボってんじゃねえぞ。いて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 。ちょやめてください。あっ、おドローンありがとう。はくっそ、腹立つ腹立つ、こいつマジで腹立つ。右手死ね。よいしょ、ケイ。あ、届いた届いた届いたね。カツカツ、はい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 。お、ちょっと待って、残務一戦てい。早く決着をつけなければ、シンが危ない。シンが、どういうこと。なんとかあいつらだけでも。おお、なんだなんだ、またかい。なに、結局倒せないの。でもだいぶ弱っとるよね、あいつ。おい、いつまでそこにいる。早く逃げるんだ。言えよ、さっきに。何言ってるんだ、一緒に戦うに決まってるだろ。無理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 。俺たちみんなで妖怪探偵団でしょ。力を合わせてあいつを倒そう。そういうのいいから。みんなの力を自らの力にか。エンマ大王の言葉通りってわけだ。よし、ここからはみんなで戦うぞ。妖怪探偵団、行くぜ。この声は一体誰の声で、また全然違う声優さん。いつきの声はあまり覚えていない。支援もやけど。何回戦うね。手勢が増えたところで、この私が倒せるものか。倒せるかどうかは俺たちが決めてやるぜ。お、なんかチャンスになったっぽい。走ってき走ってき。遅いよ。手勢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 。あ、やるじゃん。ちょっと待って、容器吸い取る。いて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 い。あー、待って、あのトーマが、トーマが必殺ゲージ満タン入ったー。どこ行った。おったおったおった。脅威召喚白虎で、脅威白虎剣山。痛い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 。霊装が応戦。いてて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 。届いてます。白熊グレートかからの悪魔的かち上げてい。あ、待って、青龍が、セイリュー今交代取れてなかった。大丈夫、大波の術、トリプルウォーター。あ、やっつけれたやん、マジで。ドローン到着前に、これで母ちゃんの魂も、うん、ドローン届いた。これで空なきやっつけたってこと。あれは魂か、みんなの。空なきに取り込まれた魂だ。恐怖や恨みから解放され、皆元の体へと戻る。おお、妖怪探偵団よ、なんと礼を言うべきか。お前たちは人間の魂だけでなく、我が息子をも闇から救ってくれた。エンマを救うためにやってきたというお前たちの言葉、それは誠のものであったな。うんうん、じゃあ結局息子がエンマになるわけですね。ああ、こいつらがいなければ俺は戻れなかった。それと今喋りよるのはあれ、支援ってこと。親父、すまなかった。本体支援ですか。いつきは、あんたの言う真の王ってやつがどういうものか
俺はようやく分かった気がする。でもエンマって髪の毛白くなかったっけ？白髪になったってこと？死よ。そういうことじゃないか。我が息子よ。あれや、見た目は若いけど、やっぱ何百年とか妖怪は生きるけん、白髪にはなるんかなーみたいな。もしや、イツキが旅立つ？どうやら、栗姫に貸してもらった命を返す時が来たみたいだな。え？ってことは、エンマは試練だけなの？イツキは消えるんすか？お前の魂は生まれ変わりの流れに取り込まれ、また新たな生を受けることになる。そんな、せっかく戻ってきたのに、一緒に桜本町に帰ろうよ、いつき。やっぱ消えるんか。お姉さんがせっかく戻ってきたのに。悪いな。けど姉ちゃんがあの町に戻ってきたんなら、俺はそれで十分だ。でも姉ちゃん的には最後に会ったのはあの落ちるビルから落ちる瞬間ってことやろ。でももうお別れなんて。戻ってきたと思ったら弟死んどるとか最悪やん。エンマになって未来を救うってお前らに約束したからな。え、生まれ変わってエンマになるの？そういうこと？いつき、離れてても俺たちはずっと友達だよな。ああ、俺たちは永遠に友達だ。だってなんか体ごと消えそうやけど、支援はどうなった？未来で待ってるぜ。じゃあな、親友。ってことは、あのエンマにこの記憶が、っていうことか。お、支援ごと。え？ということはだよ。エンマは誰になるんすか？誰も引き継げんよ、この大会で。言っちゃった。妖怪探偵団よ。あの魂は今再び新たな生を受けるため旅立っていった。この大会での該当者はなしってこと？生まれ変わるまでにどれだけ年月がかかるかは誰にも知ることはできん。だがあの者はきっとお前たちの約束を果たすために戻ってくるだろう。大王様。シエイよ、次に生まれる時こそ真の王になるのだぞ。あ、支援ごと死んだんや、マジか。え、イツキとフュージョンしたがために支援ごと死んだの？なるほどね。どっちにしろ空泣きに取り込まれて死んだってことなんかな。ということは、生まれ変わって二人、絶対にここに来るよ。生まれ変わって二人で一つになったの？それぞれにしてあげてよ。お前はきっと戻ってくる。そうだろ。ここはどこ？未来？よー、久しぶりだな。あ、エンマ。ずいぶん待たせちまったな、親友。おお、あ、白髪じゃなかった。お前にとっては一瞬だったか。いつき、まあね、時代超えてきたからね。つい一瞬前まで過去にいたよ。ああ戻ってきたぜ。すごいでみす。エンマ様大復活です。でもいつきだけどエンマ様で。ね、偉い人やもんね、なんか今。どっちでも好きな方で呼べばいいさ。お前たちが俺の魂を救ってくれたこと、俺は忘れずにここまでやってきた。ありがとうな、妖怪探偵団。気にすんなって、俺たち友達だろ。あれ、タエはいないの？この場面でタエはいないの？ああ、お前たちが正しい歴史を取り戻したことで俺は無事に復活できた。だがすまない、奴が復活したという事実はどんなに手を尽くしても変えられなかった。ソラダキはまだ生きている。マジで？奴はエンマ舞踏会で敗北した後、世界を超える力で他の世界に生き延びたんだ。そんな。
せっかく倒したのにそんなのってありなの？くしょう。どう考えても俺たちに勝ち目なんてないじゃないか。何を弱気になってるんだ？今はここに妖怪探偵団が揃った。これほど困難に強いチームは他にないと思うがな。うん。探偵団に解決できない事件はない。でしょ？自信持とうよ、秋典団長。ありがとな。そうだな。まだ諦めるには早い。俺たちの力、空泣きに見せつけてやらないとな。うん。エンマが妖怪探偵団の一員か、すげえな。エンマ、今空泣きはどこにいるの？俺たちも一緒に戦うよ。ケイタとジバニーはなぜ座ってるの？みんな立ってるんですけど。ああ、ソロナキがいる場所。それは、今この時代の妖魔界だ。未来の妖魔界？なんですか？奴はエンマ舞踏会で大量の魂を失った後、新たな力を求めて再びこの時代に戻ったのだ。今はヌラレとカイラが組み止めているが、急がれば妖魔界の全てが奴に支配されるだろう。うん。そんなこと、絶対にさせない。よし、俺たちの手で妖魔界を救おう。でももうワープする場所、あ、ふみちゃんも座っとった。増やせんことない、どうやっていくん。夏目、ケイタ。4つの世界って言ったのに5つの世界になってん。ありがとな。いつき、一緒にソロナキを倒そう。そうだな。よろしく頼むぜ、親友。だいぶ慎重に差ができてしまった。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これであれなの？妖怪、妖魔界の方では、お父さんに支援って呼ばれるの？なんかちょっとよくわからん感じになるね。まあ、エンマって呼ばれるのかな。もう受け継いでるってことやもんね。うん。なんかいろいろと、謎、複雑やな。